あ、お疲れ様です。でもその花絶対どっか行ったときに絞られるの。伊坂君と僕の意見は全然違うんで。いいこと言った。何が人が綺麗に行きたい。タンコつけていきたい。これはね、字が書けばすげえ。ちょっとそれはやばい。あ、お疲れ様です。よし、あ、やばい。おち乾杯。はい、乾杯。別のお客さんで、ま、さかのニオママがおるらしいです。ちなみに今日の飲み会はこれ、さっきもう一本動画別で撮って、はい、私ちょっと見てほしいけど、ショーが責任者になったかな。はい、責任者はちょっと元気で、元気で、それのせいで。そのせいで元気で。で、ショーはもう一人責任者になった。うん、お前はお前はどう思うの。俺はダメ、ま、ダメとかないよ。バカじゃん。リュウジはお前のこと全然いい。だからその難しいじゃん。かっちゃんのスタイルだったら勝負だし、だけどうまいこと回してくって考えた時だったら俺リュウジはしっかりしとる。それはっていうか、うん、しっかりしとる風にできる。ある意味賢い。リュウジは賢い。賢いってずる賢い。また違う角度から見た視点がね、いい刺激にもなる。でもこっちはだよ、こっちらに勝たなかった。足一番内の足場感じゃないか。人数お前もっと難しい選択を頑張るよ。俺はリーダー実務能力ある。だけど俺は社長ってさ、仕事ができるのに関係ないもん。そのどこに行きたいかっていう目的地がちゃんとあるかどうか大事だから。リュウジはしっかり者なんだ。なんかナンバー2とかさ、トップじゃないんだよね、俺の中で。リュウジは別になんか自分のためにとかそういうのじゃないから。でもリュウジをなんか上手に使ったらもっと良くなる。でもリュウジがトップじゃ絶対伸びない。優しいもん。そうこれだけお前らめちゃめちゃネックやこれ。ガリュウ聞いた。ガリュウが通用せない。こいつらに親方がいないじゃん、うん、俺にはそのカッチャーの現場で撮って、うん、その中でいろんな人紹介してもらって、いろんな人の仕事見てすげえ勉強になる。ガリュウでやったら下手につわけ。なるほど。負けとるよ。押されてるからもっと出して。いや本当そうだと思うよ。投げで食っていける業界のものはじゃないところに足を入れたわけじゃない。あ、そうです。ここ最近みんな通感してるんですか。通感してるんですか。だから大きい現場行ってもネイビーよりはない。やっぱそれはやっぱり全員の能力が使えない。もちろんもちろん。個々としてはめちゃめちゃいいやつが揃ったのに画流になってる。自分の自信を見てあげる。でもその花絶対どっか行った時に絞られるの。いいこと言った。取れてた。何がクソガキが。そんなクソガキ。俺がクソガキだったやつかな。だったやつ。や俺すごいなと思って。あのガリュウ。昔は違う。もうそんな教えるの。見てー。そうそうそう。ガリュウ教えるな。まあ、そんなそんなんじゃん。最近ゴルフとか行ってる付き合いじゃない。いや、これ変わったなって。すぐ反応する一年があるわけ。逆に僕が女の方出てきた。いいじゃん今日は。あ、やっぱ明日のこと考えるんだなって分かるわけよ。仕事をな。いろんなこと考えて会の計算もしとるだろうし、いろんなことが、あ、ノリじゃないんだろうな。昔だったら違う。違う。もうかわいい。ついてきて。でも思いが強いなって思うよ。勝利よりも、リュウジよりも。でも俺が強くて当たり前じゃない。だってこれじゃない。自分で羽ばたいてやったもん。自分が人を集めてきて、それを。うん、男の人たちは熱くて、もうかれこれ30分ぐらい熱い話が。お前そういうところです。ついに力来て、詳しくない雰囲気やね。この出てったらみんな高いんだろ。その気づきだ。それでも俺あるわけだ。メルマイシもそうだ。みんな気使うんだよ。高いもん。
最近俺若い人と仲いい。そう思ったらお前だけだ。違う、めっちゃ仲いいからな。めっちゃ仲いいからな。ちゃんと意見を言えるようになってるんだよね、すごいな。まあ、みんなが、じゃあ、変更した方がいいんじゃないですかっていうのを、ちゃんと答えしてから、うちもそれをちゃんと聞いてあげてるんで。そんなこと言われるわ。ちょっと照れちゃってる。豊くんと僕の意見は全然違うんで、うん、またまた全然違うじゃん。そうですけど、ミッチーくんの意見もそれは当てにできないし、当てにできないはちょっとやめて。それいい意味じゃん、はい、そうです、人それぞれやり方があるんで、だから誰を真似にしていいかとかじゃなくても、俺は俺のやり方でやっていくし、いいとこだけ取り入れて、はい、はい、俺らは飲み会道場だから、豊くんの意見を参考にしてもそれは間違っとると思わない。まあ、でもそれは失敗して気づくかもしれないけど、はい、俺は俺でやってくれる。はい、頑張ってください。翔くんは今は絶対に自分が働いて下をついてこさないと。で、豊はちょっと年取ったもんね、若い石を育てなかった。で、今豊が翔くんに人を使わなかったって言ったもんで、いやいや、翔くんはまだその年やね。でももっと自分を働かなかった。まあ、人を使わなければいない。でも自分が一番働く。もう今は39歳、そうです、35まで一生懸命働いてる。もちろんもちろん、その実績がある。はい、で、それを作れって。絶対に働いとるやつの方が絶対強いんだ。口だけってなかなか難しい。作れない、作れてないっていうのはもうダサくないですか、今こういう立場になってる。じゃあこれでバンで、じゃあこっちが責任者にします。じゃあ、わーってやって、あー、明日この辺かなって、こんなだけど、じゃあその後ここ行けって言ったら、多分ひがまれると思う。本当にじゃあそうなのか。俺の意見じゃあ急に現場抜けました、書類やります、現場は出ません。急にみんなが5時、6時に集まってるから、俺でも10時から行く、9時から行く、一番最初に帰る。だったらそうなるけど、俺は現場出ません。でもみんなより一番行きます。4時5時から行きます。それもやることいっぱいあります。あ、それも、だったら、現場出にくてもらえた。人を信頼すると思うよ。でも、現場の人間ってやってみせんとわからんじゃん。だけど、いろんな社長とかいろんなお客さん見て、こいつすげえなって、おらんかった。俺はおった。あ、こいつすげえな、頑張っとんな。応援したいな。こいつ現場あったらちょっと黙ってやったのかな。あ、おるでしょ。おる。それだって、俺より年上で、俺より頑張って、俺より営業するんだ。だよね。で、俺より全て動いてる人。うん。だから分かる。それが俺でしょ。年も上って言ったから違うでしょ。絶対違うでしょ。びっくりしちゃった。だ、一個は、現場に出る恐怖を持ってほしくない。現場が抜ける恐怖を持ってほしくないけど、現場抜けたから悪口言われたよねっていうのは甘やと思う。俺は、俺現場抜けても悪口言われましたから。そうそう、だから俺が言ったら今それ。でも現場抜けて悪口言われるぐらいだったら頑張ってないと思う。そうだからそれなんだ。今それ言っていいの。意見みんな一緒だったそれ言っとんだから。そう、いや、それそうだよね。それはちょっと違う。いや、僕そう思う。俺は現場出た方がいいと思う。じゃあ来年数字出そう。そのためには営業やな。そのためにはこうしなきゃ。俺は現場抜けよう。でも一番もし頑張ったら、だから本当にお前はみんなに認めてもらおう。現場行かずに本当に営業がしたい。本当に塗り替え道場の足場にとって営業が一番大切なんだと思って。そしたらやっぱりみんなの得させるために一番になるとか、パフォーマンスも大事。俺はそれすごい感じる。俺、それやっぱそれ、パフォーマンス得意だもん。頑張ってねえけど、頑張ってるふりって得意だもん。でも、そこに命かけとんの。みんな命かけてない。お前には影響力がある。でも、お前のことも取る、みんな。男は、男なんてここでいけなかった。だから、ね、ここが足りん。気持ちが伝わるかどうかわからん。そう、本当そう。でもしょ、俺が組んだ足場じゃないんでっていう言い訳するんだよ。お前が親方すんなら、はいはい、親方なんだろ、はい、俺の親方はかっこよかったよ。俺はマジかっこいい。俺の親方はめちゃくちゃだったんだよ。本当に俺
ほんと見下りだよ、ほんとに。マジで。俺の親父めちゃくちゃだったぞ。俺の親父は、頑張ろうよ、おいお前らだけでやれ。俺29で、下請けだから。最下みたいな。3次下、今お前らの仕事行ったら、4次下請けぐらいの仕事してたから。今の仕事レベル行ったら、クラブ持ってきてって言ったら、ささーって持ってったら、おめえこれーって18歳なんですよ。ちょっこ持ってこいって言ったら、時代やんけんって俺もう分かったもん、マジで言うて。ちょっとさーって18歳なんですよ、言ったと思う。で、俺はそう、そうやってやってきた。で、その背中見てくれたって思ってるから。それが俺の親方スタイルだよ。もちろん、全然違う。仕事全く分かんねえんだ。31だよね、2年だね、親方やったのは。そこからはもう経営者になったみたいな、目が抜けて、そうやったから。でも、ずっと一生懸命生きてきたから、人が聞いていてくれたのは、自分が仕事できるっていうのは、すごい幸せなの。さっき豊がお前に言ってたことも、ああ、思った。豊が仕事できるからこうやって言えるんだな、羨ましいなと思った。お前ら我流だろうとか、これそのこと言えんかったの。走るだけが楽しい。我流だった。頭を下げるとか、その人としての道徳、道徳、道徳が持っとった、うん。頭下げる、ありがとうございます、ごちそうさまでした。俺今日もトイレ入ったら全部拭いてきたよ。電気出なきゃなかった。俺全部拭いてきたよ。俺それが学びだ。本当に俺はそれ今でもそれしかないもん、ね、だから俺は我流じゃん。人から見たら富としては我流、でも人間としては我流じゃん。学び、本読んで、本田宗一郎字が書けるのすげえ。ちょっとそれはやばい。それをバカにされすぎだよね。字書けるじゃん。書けんじゃん、話が出やすい。字書けるってどういうこと。いや、綺麗に書けんじゃん。あ、そういうこと。綺麗に書くんだ。めちゃくちゃ綺麗。時間が足りんぐらい勉強しとった。もう風呂も入りたくないぐらい勉強しとったよ。じゃあ本当にそれぐらいずーっと時間が足りん。本も死ぬほど読んだ。本を読みたい本はいっぱいあった。時間管理は今でもやってる。だって俺もめちゃくちゃ遊んどるけど、だって今日のゴルフの練習もそうですよ。絶対時間でも練習行きたい。そう俺もう暇ないよ。時間しかないのに、なんで行くのって。絶対時間でも40分の練習したい。もう時間管理めちゃくちゃしよう。もうだって言うのしかない。だからでももっと成功しようよって逆に時間に余裕がある。だからお金持ちの子供生まれたお金持ちってちょっと違う。でもちょっと生き方がダサいなって俺は思うから。だから俺はまあ、あれはっていうか、綺麗に行きたい、格好つけていきたい俺はね。こいつはね、でもニュージャーね、自分めちゃくちゃ持っとる。健太と豊と付き合わない時期があって、なんかもう太って、なんかそのマラソンしたとか、俺めっちゃ覚えとんの、お前が、それを。だからお前は自分が強い。だから俺はそれでいいと思う。で、それ貫くとさ、いや、こいつすごいんだ。確かに。でもそうだよね。だからお前は自分の世界、絶対持たんか。持たんかったら俺についてこれんぞ。いや俺は、まあ、賞を立てたじゃん。まあ、リージョンも、まあ、分かりましたね、言ってくれた。納得しない部分もいっぱいあると思う。で、俺はここに追ってほしい。あ、辛くても追ってほしい。それが俺は今日のお前の立場だと思うし。でも俺は、これ、あえて言っとるわけじゃん。だから辛いと思うよ。俺、悔しいもん。年下が、自分者にさせられて。じゃあ、そうだね。うん。だから俺は、やっぱり龍二のいいとこと悪いとこと、俺は知っとるつもりでおるから。で、やっぱ安心でしょ。こいつが現場やってたら安心でしょ。来る側は数字なんかどうでもいいから。お客さんが怒るか怒らんかしかないだろ。綺麗な仕事してくれることが大事なわけでしょ。人間なんかどうでもいいわけでしょ。ちゃんと儲かったっていうのはちょっとあるけど、龍二でちゃんとやるじゃん。ちゃんとやる。お前は俺のこと勝つのもって言えるぐらいの。不審とお前やれんぞ、家族になりくらしゃよ、怒ってくださいよ、言えるぐらいになったよ。難しかったな、俺はあの時は。
はい、じゃあ皆さん、この業界に用件自分が勝負だよ、私も購入します。飲み会もうこんな酒飲もうぜ、お互いになるでしょ。熱く語れるし、熱く語れるし、失敗そこどもやったら女性でもいい、イコールで嫌だ嫌じゃないと勝手に取ってくる。3人から2時が飲む会です。一番いいぜ、一番そんなに実際にせんな。女性の意見も大事だからね、やっぱり。ぜひぜひぜひ。だけど、ね、お願いします。で、4月ね、トルコンペあるんで、そこ登録してない人にしか支えませんので。まあ、それかインスタグラム。あ、インスタグラム。ミオカ、ミオカ、俺は絶対告知入れるから。あ、それを超えた時にやっと自分が登録します。インスタグラムは流れやすいから、メールは絶対来るじゃん。そうだな。登録してください。ぜひよろしくお願いします。せーの、酔っ払いバナ見てね。